今回はシュート力が爆伸びするキャッチングの練習方法をやっていくぜ。ポイントを意識して楽しくレッツトライ。まずは右手ドリブルキャッチだ。1,2,3,4 とドリブルを力強くついて5回目でキャッチだ。この時にキャッチに合わせて両足ストップからシュートに移ろう。ジャンプする時に上半身を連動させてボールを引き上げることがとても大切。ボールを支えている方の手、右利きなら左手、左利きなら右手で勢いよく上に引き上げよう。ドンドンキャッチシュー。お、いいねいいね、そうそうそう、上に引き上げる。はい、休憩。今日はジャンプの動作が入ってるから少しだけ疲れるかもしれないけど、みんなならできる。最後までやりきるぞーさん。次は左。シュートって手や足ももちろん重要だけど、シュートに移る前のキャッチがかなり重要なんだ。シュートの前には必ずキャッチがあるから、ここでミスをして手元でコロコロコロってなってしまうとシュートの確率がかなり落ちてしまう。一発でビシッとキャッチしてシュートまでつなげよう。キャッチしてからリズムよく飛ぶのもとても大切。リズムよく、ダイ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 ジャジャーン。はい、休憩。みんないいね、しっかり連動できてるね。シュート力アップ間違いなしだ。今日はみんな飛びまくるぞ、レッツゴー。次はアイキャッチだ。自分の体の幅の中で1,2,3,4と力強くついたら5回目に一発キャッチしてシュートに上がる。この練習も勢いのあるボールをキャッチする練習だから弱くやっても全然意味がない。しっかり地面に打ちつけて力強いボールをキャッチ、シュートまで持っていこう。ドンドンドンキャッチシュー、ナイス。はい、休憩。5月28日は徳島県で出張スクールだぜ。まだ空きが少しあるのでご希望の方は連絡してね、待ってるよ。次は V キャッチだ。さっきのアイキャッチは体の幅の中でドリブル、キャッチ、シュートが完結したけど、 V キャッチは体の幅の外から自分の真ん中に叩きつけて体の幅の外でキャッチを繰り返すよ。 V キャッチはかなり難しいから最初はゆっくりやっていこう。慣れてきたらドリブルもスピードもアップさせてやっていこうぜ。 V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  キャッチシュー。はい、休憩。みんなキャッチ一発で取れてる？ほう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 、取れてるみたいだな。試合で得点量産間違いなしだ。次は逆ユー。体の幅の外に5回ボールを落としてキャッチシュートだ。ボールを落とす位置は足の小指の横くらいを狙ってみよう。キャッチした後逆にスイングするときに胸の前を素早く移動させるのだ。この動作はそうジャブフェイクの時のスイングの練習にもなってるよ。力強く落としてスイングは素早くリズムよくシュートまで移ってみよう。いいよ、みんな上手にできてるよ。トーン。はい、休憩。力強くボールをついたら腕が疲れる。でもこれでバスケが上手くなれるなら頑張れる。次はクロスシュート。ワンドリブルからダブルフロントチェンジをしてシュートだ。ドリブルが少し複雑になったからちょびっと難しいけどみんなならできる。闇雲にキャッチするんじゃなくてシュートが打ちやすい手の位置を意識してキャッチしてみよう。おっとっと、みんなドリブルが弱くなっていないかい？そうそうそう、強く強く強くついて引きつけてからリズムよくキャッチからのシュートだ、ヌートバー。はい、休憩。6月2日から4日は関東に出張スクール行くぜ。24日は岐阜にも行くぜ。あー、楽しみが止まらない。次は左。ここで質問回答タイム。大工さんの1日のルーティーンを教えてください。はい、まず起きる、歯を磨く、ご飯を食べる。最近は図書館に行って2時間ほどバスケの勉強と練習メニューを考える。お昼ご飯を食べて筋トレに行って15分仮眠してバスケの指導に行ってマッスル。結果ほぼバスケですね。寝る寝る寝る。おっとっとっと、みんなドリブルが弱くなっていないな。おっしゃ、ナイス。はい、休憩。みんな昨日の晩ご飯は何だった？僕はハンバーグでした。ちなみにデミグラスソースじゃなくてケチャップ派です。次はレッグキャッチ。
レッグキャッチを5回行ってシュートに移るよ。ハンドリングプラスキャッチの練習だ。最初はゆっくりでいいから徐々にスピードアップしていこう。キャッチの動作の時にミスをしてしまう人は、体から離れた位置でボールを持ってきている人が多い。しっかり近い位置を通してキャッチすることを意識するだけでぐんとミスが減るよ。そう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 、ええやんええやんええやん。ミス減るミス減る、みんなミス減る。はい、休憩。なぬ、もう半分超えてるじゃないか。おっしゃ、今日も最後まで大ちゃんと一緒にやりきろうね。次は左、ここで質問回答タイム。ドリブルでディフェンスをなかなか抜けません。ポイントを教えてください。はい、わかりました。結構この質問多いんだよね。みんなドリブルのリズムって変えてる？例えば腰の高さのドリブルをずっとついていても、リズムが同じだとディフェンスは簡単についてきてしまう。そこで細かいドリブル、ジョルトドリブルやハメるドリブル、ハングドリブルを混ぜて使うことで全く違うリズムのドリブルになって、ディフェンスはなんだこれ守りにくってなって、簡単にひょいって抜けるようになるよ。みんな試してみてね。次は試合で無双できるインバートレッグだ。1、2は力強くドリブル、3つ目でハング、溜める、遅い時間を作って鋭くレッグスルー、緩急だ。さっきの質問でも答えたように、同じリズムのドリブルをしていてもディフェンスはなかなか抜けません。このようにいろいろなドリブルを組み合わせることでリズムが変わって一気に抜きやすくなるよ。ボールと逆方向に飛んでキャッチしないといけないからかなり難しいけど頑張ろう。はい、休憩。残り2つになりました。最後まで楽しんで楽しんでやりきるぞ。人生もバスケも楽しんだもん勝ちだ。レッツゴー。次は左、ここで質問回答タイム。ディフェンスが上手くなりたいです。どうしたら上手くなれますか？はい、この質問もよく来ますね。まずディフェンスは正面に入ってバチッと止めるよりも常に嫌がらせをしてついていくのが大切。止めることよりも抜かれないことを意識してみよう。そりゃバチッと止めれたら最高にいいけど、でも僕の経験上 100% 綺麗に止めれることはかなり少ない。一かバチかではなく常に嫌がらせをかけるつもりでやってみよう。はい、休憩。もう言うことは分かってるよね。ここまで続けられた君はすごい。ラスト、レッツゴリラの助。最後は8の字インバート。8の字を5回して逆に飛んでシュートを繰り返すよ。右をやったら次は左もやってみてね。このスキルはかなり難しいけど、バスケットに必要なスキルが全て詰まっているからぜひマスターしてね。いやー、今日もみんなと一緒に練習できてとても楽しかったです。こうやって毎日継続練習することが一番大切。小さな積み重ねがいつか大きな成果に絶対につながるよ。もうちょっとだ、終わり。また次の動画で会いましょう。バイバイ、ありがとう。